どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はアーティスト語りということで、えー、とあるアーティストを喋ろうかなと思います。誰にしようかなと、まだめちゃくちゃ喋りたいアーティストいっぱいいるんですけれども、えー、今回は3組、えー、紹介しようかなと思います。えっ、ー、と、まずはドリームはい。えーと、女性ガールズユニットって言えばいいのかな。うん。ダンスガールズユニット。 どの位置づけなのかはちょっとわかりませんけど、ドリームというアーティストが過去にいました。えー、女の子3人組だったんですよ。2000年デビューで。はい。まあ僕別に好きだったわけじゃないんですよ。はい。<laughs> でも語ろうかなっていう。<laughs> なぜ一番印象的だった歌っていうか、ナイトオブファイヤーって歌かな。その時の CD の売り上げは大したことなかったんだけど、 それこそユーロビートだったのかダンスなんだかなのかパチンコだったのかわかんないけどなんかでよく聴いたなみたいななんかよくかかってたなっていう印象があるんですよナイトオブファイヤーでもそれはそんなに売れてはいないですね一番売れたのがマイ・ウィルっていう曲で、まあ、6位で最高位なんですけどもまあこの当時って結構その女の子ユニットっていうのが結構多くてまあそのうちの1人でね1組でねうんでまあ 結構筆頭だったかなと。その、安室奈美恵がデビューして、えー、スピードがデビューして、マックスがいて、みたいな。そっから、こう、女性ユニットっていうのが、まあ、できたんですけど、ドリームは、まあ、最初はちょっとテレビとかね、ポツポツまあ、僕はヘイ,ヘイヘイをよく見てたんで、こう、出てたなっていうイメージはあったけど、まあ、そんなに大ヒットすることもなく、えー、低迷して、2007年には DRM というのに改名してますね。これはもう僕はわかりません。はい。この時点で。 いつの間にかいなくなってたなぐらいだったんですけど、で、2008年にまたドリームに戻ります。はい。<laughs> あの、そこからインディーズになってるんですよ。最初はメジャーでずっとやってたのに。で、メンバーがもともと3人だったけど、1人が脱退して、さらにいっぱい入れてみたいな、かなり大人数になったらしいんですね。はい。調べたところ。で、結局、まあそこまでめちゃめちゃ売れることもなく、2017年には解散されてるというのがドリームですね。 まあ、ドリームに関しては以上です。はい。<laughs> じゃあ喋んなよっていうね。すいません。その次はですね、アースという。はい。こちらも2000年デビューで、女の子3人なんですよ。はい。タイムアフタータイムという曲でデビューしてますが、まあだから僕はこう、そういうのに食いつかないタイプでね。うん。まあ、アイドルとか。もう僕はもう歌のみでまずは見るんですよ。いい歌かどうかしかあんまり気にしない。可愛い,いからといって、なんか、 可愛いからちょっと聴いてみようかなっていうのはあんまならないんですね。音楽に関しては。アースもあんまりだったんですけど、ただ4枚目のシングル、Is This Love っていう曲があって、これドラマ主題歌になってるんですよ。えっ、ー、と、オープニングテーマか。ジョシアナっていう水野美がね、このドラマ僕見てたんですけど、この時に使われたこの Is This Love がもう僕の中では大ヒット。<laughs> めっちゃいい歌と思いましたね。はい。そして歌が上手い。うん。ここです。 歌上手。多分なんか色々こう先発で選ばれた3人からなっているグループなんですけども。だから結局他のそのデビュー曲のタイムアフタータイムをまあもちろん聴いてますけど、そんなに僕は食いつかなかったんですよ。その後も。Your Song だったかな。でも is this love. めちゃくちゃいい曲。もう未だにあ、この曲はいいなって思うぐらい僕は好きですね。はい。まあ、名曲です。なかなかアップテンポのね、早い感じの歌なんだけど、こううまく歌いこなせるのもかっこいいし、唯一。 アースで僕が本当に拍手したい曲はこの is this love ですね。ただアース2005年に解散してます。はい。なんでかはちょっとわかりません。はい。まあそんなに売れなかったから。結局僕の大好きなこの is this love もそんなに売れなかったんですよ。残念。続いて、え D&D、ー、ですね。はい。女性ボーカルユニットっていうか、女性、まあガールズユニットでこうちょっと統一したんで、 もう一組いないかなと思ったところ D&D がいましたね。はい。1995年から99年までの活動されてますが。まあ僕はこの D&D が、えー、まあランキングでカウントダウン見てたんで、あこういう子たちも出てきたんだなぐらいで、こう見てましたけど、まあ悪くはなかったかなぐらいです。僕の中では。なんか歌うまかったなっていうイメージがあったんですよ。で、その中にオリビアさんっていう、ちょっと外国人っぽい、日本語が全然喋れない、へいへいへい出た時も、 全然日本語わかんなくて、オリビアだけ。で、他の二人が沖縄出身だったかな。それで、あ、もともと沖縄のなんかでこう選抜された三人なんですけど、は日本人で、なんかすごく馬鹿にされてたトークだったなっていうのですごく印象的だったんですけど、まあ、結局オリビアがすっごい上手っていうか、まあちょっと群を抜いてたのかな。それで結局ソロになり、まあそれが原因なのか、まあ99年には解散して、 その、残った二人で最初、アヤチカ・フロム、D ・ D&D で出したけど、結局全然っていう感じで、今はもう芸能界引退されてるらしいんですけど、二人はね。オリビアはずっとそのままソロシンガーとして、えー、やってます。まあちょっと曲もなんか、ソロの曲も聞いたことあるけど、まあ、すごく上手だなっていうイメージはあって、まぁ、あ、一人でやった方が活かされるんじゃないかなという感じでしょうか。D&D アルバム、僕多分データありますわ。<laughs> うん。なんか記憶あるもん。持ってた。 記憶が多分今もある。そんな感じです。はい。<laughs> 特にファンじゃない3組を語るっていうね、すいませんね。もしファンの方聞いてたらすいません。あの、まあ、でもこれ紹介したいなと思ったんで、えー、ここで、え、排出してみました。何かコメント、えー、くださる方は、ぜひぜひ、僕なんかよりも知識ある人は教えてください。いろいろ。まあ、とりあえず、この3組は僕の中では、まあ、印象的っていうか、すごく覚えてた3組。ということで、えー、話してみました。聞いてくれてありがとうございました。 ということで二次論声終わりたいと思います。さようなら。